はようございます。釣り子 TV です。これ大量でしょ。これね、キャスティングの海関係のね、福袋各種ね、こう最近はこう中身が見えてね、選べるようなね福袋が多くてね、お得な感じの福袋がねたくさんあったんで、いろいろ、入手してきましたよっていうことでね、だいたいこれだけ買ってまあ1万8000円分ぐらいですかね。まあ1万円1万円3000円5000円ぐらい、そうね、そんな感じでだいたいね全部合わせると、まあ、2万円切るぐらい、1万8000円相当分ぐらいの福袋になるんですけども、どんなものが入っていたのかね、見ていきたいと思います。福袋開封動画です。じゃあ、まあ、中身が見えているのはあれだから、まずはね、このね、中がね、見えないよってなっていたやつですね。これがどんなのが入っているのか。はい。まずは、じゃじゃん。あ、カゲロウですね。メガバスのこの大人気のですね、シャローランナーというか、海でまあよく釣れるですね。カゲロウの、これはキャスティング折りからになるのかな ?100F っていうね、キャスティング別注カラーのまずカゲロウが入っていました。どんどん行きます。お次は、じゃじゃん。お、これまたね、これね、メガバスの新しいですね、空海スリムの 120F っていうことで、これもね、キャスティングのオリジナルカラーですね。これね、年末に結構ね、陳列されている機会があったんですけども、福袋の中でも、ゲットできるよっていうことで、なんかそうなんじゃないかなって思ってね、店舗の方ではね、買ってなかったんですけど、福袋で幸先よくゲットです。はい。折りからが2つ来たんで、もう1本折りからなのかな?じゃじゃーん。はい。あ、これはね、ブロウィン。ブルーブルーのですね、ブロウィンの 140S っていうことで、これは大人気のね、まあ、ぶっ飛ぶぞーっていうね、ミノですよね。サワラで使ったりとか、もちろんシーバスで使ったりとか、そんなところで大活躍するブロウィン 140S が入ってましたよ。っていうことで、まず最初の福袋、なかなかいい感じじゃないですかね。こんな感じで、折りからがね、揃いつつみたいなね、こういう様子になっていました。で、ですね、1万円の福袋ね、続いて開けていきたいと思います。もうね、見えてるんですけども、こんな感じのラインナップ。はい、じゃあね、あ、まずね、じゃあこれから、繋がってますよ、これ。繋がってるんで、どうしようか。はい。さっきのね、120F にね、続きね、メガバスの空海の今度ね、140F っていうことで、空海ね、2つね、長さが一気に出たんで、こういう感じになってるんですよね。120F とね、140F っていうことで、その、港湾部中心だとこっちなのかなとか、川でドリフトさせたりとか、あとは、なんだろう、この城パターン、あとのイワシパターンなんかにはこっちなんかぶっ飛びでいいんじゃないかな。ね、こういう感じでサイズ展開で使い分けできますよっていうのの空海のでっかい方が入ってました。そして、これ大人気ルアーがね、いっぱいね、あるんですけども、はい。これね、結構目玉の福袋だったんじゃないかな。ガボッツのね、150ね、これが入ってましたよ。これね、売ってるとこね、釣り具屋さん結構行くんですけど、見たことないね。こういう機械じゃないとなかなか手に入らないなぁなんて思って、これね、一つ目玉なんじゃないかなっていうことで、ガボッツの150ね、入ってました。1万円の福袋の中に入ってます。で、はい、これ。カゲロウの、155F っていうことで、で、これね、大人気のね、キャスティングのオリジナルカラーなんですけど、書いてあるかな。アーバンリバーチャートっていうやつなのかな。このね、背中とお腹のところに黄色が入っていて、真ん中はギラギラっとしてね。
こんな感じのメガドッグであるとかカゲロウであるとかね、あるんですけど、このねアーバンリバーチャートだけ揃えたような福袋もあったはずなんですが、それはもう大人気でね、速攻でね、売り切れていたっていうことで、まあその中のね1個が入っているっていうことで、これかなりお得ですよね。で、最後、ウェイキーブーね、ウェイキーブーが入ってましたよ。これがね、まあ夜のね川で使うのはもちろんのこと、ですね、2021年に流行っていたのが、これをあの日中のこの白パターンで使うね、巨大なトップウォーターにできらない時にこれを泳がせると、その沈黙していた状態が嘘のようにこう上ずってね連れてくれる、しかもサイズがでかいっていうことでね、このウェイキーブーのね日中使いってのがね、2021年のちょっとしたねトレンドだったんじゃないかななんて思うんですけども、そんな感じのウェイキーブーが入ってました。はい、そしてじゃあねちょっとね次また1万円福袋なんですけども、あーこれちょっとねさっき落としてね、ほらね出てきちゃってるんですけども、出てきちゃってるついでにじゃあ出てきてもらいますかね。はい、ね、これはもうね、皆様ご存知、ビッグバンディットですね。しかもいい色じゃないですか。こんなのね、人気ですぐね、まず売れちゃうカラーじゃないかな、なんて思うんですけども、まあ、どの色でも釣れるんですけどね。とにかく、去年21年度なんかは、結構厳しい状況が続いていたね、この白パターンゲームなんですけども、その中でも着実にね、でかい魚が釣れ続けてくれていたのが、このビッグバンディットじゃないかなっていうことで、ビッグバンディットに関してはね、だいぶあのフォロワーみたいな感じのね、似たようなルアーもね、いろいろ増えてきましてね、デュオのやつとかね、このフラットだっけな、この手の形釣れるぞっていうのがね、だいぶ浸透してきて、まあそれの立役者になった一番ね、オリジナルなビッグバンディットなんですけども、未だによく釣れますということで、はい、どんどん行きまーす。あ、はい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 、はい、これね、カゲロウの 155F のこれまたねキャスティング折りからですね、こういう感じの折りからと、先ほどご紹介したようなこんな感じのね、結構ねキャスティング折りからね魅力的なカラーが多くて、そういうのがキャスティングの福袋だとね、まあなんていうか効率よく手に入れられるというかね、人気のカラーによってはもうほんと並んですぐに売り切れちゃうんで、こういうのがね入ってるのね、このキャスティング福袋ならではね、他ではなかなかない仕様なんじゃないかなと思うんですけども、ねこんなのが入ってました。で、はい、どんどんいきますよ。これと、最後じゃーん、これまたねキャスティング折りからのメガドッグ220ですね。あー、これね俺ね1個持ってるんですけども、友達がねどうしても欲しいよなんて言ってたのを思い出してね、あーこれちょっと俺ビッグバンディットとかも欲しいしとか、なんかいろいろ考えた末、熟考の末、まあこんな感じのセットで売ってたんですけども、これねなんか友達のねカラーと取り替えたりねしようかななんて思ってね、これ入りのこのカラー入りのね福袋を選んでみたんですが、まあメガドッグ220はねもうほんと定番中の定番ですよね。こんなバカでかいルアーで、魚がよく釣れてくれるっていうことで、ありじゃないでしょうか。はい、でどんどんいきます。でね、これはね開けないでもこれで見えるかな。はい、これキャスティングかなりお得なんじゃないんですかっていうことで、ですね、1980円の福袋で、このデュオのね、ジグね、各カラー、各サイズね、いろんなサイズ織り混ぜつつ、でもね、見てください。結構ね、ツボをついたカラーをしっかりこの福袋に入れてきてくれるなっていうところと、これに関してはね、これ1980円ということで6個も入ってますからね、1個300円ぐらいになるんじゃないかなっていうことで、これはもう見るからになんだ目玉っていうか、本当使い出のあるね、なんていうかプレミアとかレアルアーとかでなくて、本当に使い出のある福袋セットなんじゃないかなっていう感じで、こう入っていて、1980円ね。は
い、ということで、まあいろいろつらつらと見てきましたけども、ちょっともうね持ちきれない風になるかな。ね、お正月のお楽しみですよね。まあこれとかまだねちょっと持ちきれないのがいろいろあるんですけど、こういう感じで、キャスティングのだいたい1万8000円相当ぐらいね、各種福袋を買った結果こんな感じで入っていたよね。はい、こんな感じでした。皆様何かいい福袋をゲットできましたか？もしねいい福袋こんなの入ってたよなんてのがあったらコメント欄なんかで教えていただけると。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちらね、キャスティングの、福袋、1万8000円分くらい買ったらまあこんな感じのものがモリモリに入っていたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。